小池知事は、古式ゆかしい昭和方式の選挙をやっています。もう一回、繰り返そう。小森さん、小森さん、長官チェック、聞いてみましょう。ではありますが、からくりはここで見えてきますよね。見えてますよね。で、そのからくりが見えてるのに、そのまま毎日新聞さん、毎日新聞が書いているのは、まあ、小池素晴らしいとも書いてないですよ。小池素晴らしいとも書いてないですけど、バカな庶民、バカな読者にちゃんと情報を本質のところ教えてあげてくださいよ。バカな読者は、国民は、都民は、62のうち52の市長や区長や町長や村長が、お願いですから小池さん出てくださいませと、頭を下げて持ってきましたよっていうストーリーだと思いますやん。これをあなた方の好きなミスリードと言うんじゃないんですか。ええ。ちゃんと言ってあげてくださいよ。でないと、まんまと小池百合子の手のひらの上でやっちゃいますよ。うん。そら強いわね。時刻は8時22分です。蓮舫さん、蓮舫さん、頑張って。蓮舫さん、頑張って。